木柵駅だ。花の苗が減ってる。どっかに植えてあるんだ。おばあちゃん。どこに。おはようございます。あ、収穫。あ、これかな。いや、違うな。どこだ。ちっちゃいな。ちっちゃいね。赤玉ねぎはよく育ったけど、これそっち、今、まあ、あっちに取り出してください。あ、え、紫じゃないんや、あれ。銘柄は赤玉ねぎって書いてある。そうなんや。紫やと思ってた。紫だ、いいやつ。トマトも太くなったな。咲いてるのにキュウリっぽい。キュウリ、おお、昨日の大きさからもうこんなに倍3倍ぐらいの大きさになっとる。早いね。いる。向こう側も見よう。これは豆です。あ、クモの巣が、お、ナスも、もう食べれんことない大きさになってる。リハムシキュウリ本体にもおれんけど、勘弁してほしいな。化成肥料っすか。木柵液かけ、木柵フレグランスが当たり一面に、焼肉思い出す。今日は焼肉かな。あと色づくだけぐらいの大きさになってきてるのに、色づかんね。色づくのは時間がかかる、すごく。そうなんや。なんか前裏の畑の時でもさ、途中一回白っぽくなったりとかさ、おいってどうしたんやっていう。戻るなって、カッて熱くなるのって無理なんかな。そうなんやね。え、なん
これウルハムシなのかな。お頭黄色くて。ごめん、捕まえるよ。はい、お願いします。うん、いとこかな。いとこか。アシュ。ウリハムシアシュ。アシュ。変わったやつ？うん。トマトだいぶ太くなったね。そう。うん。これはネギだよ。知ってるよ。そりゃそれ見失いません。違いますよ。蚊がすごいな。私が急急に植えてもらったもんで、昨日結構枝切ったね。ちょっと、ああ、ちょっと蒸れすぎるとね。植えた時はあんな感じでよかったのに、思いのほか広がった。なのにね、毎年いつも自分でそっちも切っとるだけで、毎年ね、うん、繰り返してしまう。もうちょっと余裕持ってばよかった。来年は80センチぐらい開けようか、うん、ね、書いてある。そうは言ってもねえって結局。そうなの。なんかほらネットをかけたりするときにさ、あー、そういうのってちょっとすごいこと考えたりするときに、でかい、でかいところですよ。確かに確かに、うん、この草しつこいね。これもすごいしつこいのね。やらしいね。もう一個太いし。カテットない。お、すごい。うわあ。ちょっと硬いんだよね。起こせないかな。世紀末みたいな。あ、そうそう。文明乗り切って言いたいけども文明残された文明みたいな、過去の文明乗り切り、怒りのマッドマックス調や。おお、スルーって入ってくる。うん、よくあるな、何でもあるな。昭和？違うな、大正？博物館にあるやつやん。そう、こんなレベルやと思うよ。見たことないもんな。この辺かな。もうちょっと広げてるのかな。ごぼうの収穫用のやつかもしれない。うーん、ごぼうの脇をぐっと刺して、うん、て、おお、木の枝がすごい強そう。真ん中？この辺じゃない。あ、取りやすさを感じている。真ん中でいいのかどうか。強度が担保されている。免震構造。トラス構造。素晴らしい。いいね。手前の方が一番取りやすいです。
最短距離で取りに来ることができる、うん、青じそだけちょちょっと取って帰ってくる感じができるかもしれない。大丈夫かその距離で、近くないか。なんかね、他のもんも植える。あ、そうなんや。何やったっけ。失礼。あとラディッシュと、あ、バジル、まあ、バジルはいいけど、あそこのウコンの横でもいいけどウコンが勝手に生えてきたで、うん、でもね、里芋と横のウコンもね、出てきたよ、うん、もう少しだよ。何、うん、さ、里芋の横に、あ、あるんや、うん、本来のウコンが、まあ、別にもともとあそこにウコンおったんやで。あ、そうなんや。これね、草かどうか微妙ない。これ草やな。これ草や。うん。すごいにとるんやって。とりあえず水まこ。草を大事に育ててしまうとこれ。うん、本当やってる。すごくね、にとるやろ。うん、うん。この草も、ようあるんだって。今だからちゃうかな、なにきついの。バスカヒでもマヨネーズか。ああ、優しいかも。栄養がないからさ。ああ、まあこの子強いけどさ、まあ、ほぼ野生のシソ、うん、一緒か、うん、でも食を嫌うってやつもあるよね。いやでもシソは毎回キューフルーツの下でおばあちゃんがポットに入れて、うん、収穫したやつをポットに入れてくれとったよ、うん、そうね、うん、あそこにもあるはずないけど、本当はの、うん、アマリリスのそばの、うん、ちょっと損しあげないな、アスパラのところ。